どうも西田渉です。本日なんですけれども、キャノン CP プラス2022登壇決定っていうところでして、皆様ね、普段から応援いただいておりまして、そのおかげということでね、 CP プラス2022にオンラインで登壇することになりました。本当にね、皆様から支えていただいて出演することが可能、登壇することが可能ということなのでね、本当にいつもありがとうございます。日にちがですね、2月23日19時からライブ配信にてね、お話をしようと思ってます。で、そのキャノン CP プラス2022のお話の内容というところがですね、まあ、西田渉が感じた EOS とシネマ EOS の未来予想図っていうことで、どういうことかと言いますと、こちらのカメラですよね、キャノンから先行でお借りしております EOS R5C ということなんですけれども、まあもう皆さん言わずもがなご理解いただけてますかね。 R5C ここをご覧いただきたいんですけれども、こちらフォトモードにすれば、いつも皆様が見慣れているこちらのこういった感じですよ。もうまさに、EOS のもう要は中身 R5 ですね。ボディ内手ブレ補正は入っていないとか、多少微妙にね、違うところもあるんですが、ほぼほぼ R5 と言って過言ではないっていう感じ。そしてこちらですね、ビデオモードっていうところに、入れますと、こういった形でね、完全にシネマ EOS としてのまあ、メニューっていう体系になっているっていうことで、もう完全にこの中にですね、要は R5 とシネマ EOS の新たな機種が入っていると。なんで C70 っていうものが以前出てはいたんですけれども、それのフルサイズ版みたいなものがある意味中に入っていて、片や R5 も入ってスチールをサクサク取れるっていうことで、すごいマシーンなんですよね。なのでこのお話をぜひね、キャノン CP プラス2022 2月23日の19時に、まあ、要は1台の中に EOS とシネマ EOS がいよいよガッチャンコで入ってきたと。今まで僕らですと、やはりね、この R5 って言った時には EOS R5 で、 EOS の中で動画を収録するっていう感じだったんですが、やはりシネマが入ってきたってことは、本当に映像を撮ることが可能。僕は今ねこうやって YouTube とかを皆様に出しているのは動画ですよね。なのでシネマっていう風になった時に、まあ、僕ら動画ユーザーだったり、さらにと僕の場合は、写真家としてね、活動をメインで活動しておりますので、やはり基本的にはこうしてカシャ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 と撮っていくと。この辺の実際の撮った感触っていうのは一体どうなんだっていうところをね、今日は皆様に解説しておこうかなと思っております。もちろんこういった今日お話しする内容もね、もっともっとブラッシュアップさせていって、もうちょっとこの R5C 使っていこうと思ってますので、ブラッシュアップさせて2月23日は19時からね、キャノンの広報の椿さんとね、対談形式でやらせていただくので、僕が疑問に思っていることとかも逆にキャノンの中の人に直接聞くことによって、今後の未来志向の EOS とシネマ EOS、ここの融合の具合っていうところもね、僕が、質問形式でも逆に聞いていくっていう形にしてみていけたらいいかなと思っております。なので今日のこちらの動画では、まずはね、こちらの R5C のスチル性能っていうところで皆様にね、解説してみようかなと思ってます。まあ僕自身もね、 R5 を持ってますので、 R5 の性能、今までの撮ってきている感想っていうところも含めてね、 AF の性能だったりとか、こう触ったユーザビリティの部分ですね、 UI のところっていう、こう操作性とか、そういったところが本当に R5 ライクに、もう何の気概なく R5 っぽく、動作していくのかとか、そういったところをね、解説できればいいかなと思ってます。まずハードウェア的にはね、こちらご覧いただいている通り、ここに厚みが増しているのが分かりますよね。こういった感じでボコッと、なのでここの厚みの部分ですよね。なのでこう今まで例えば覗いて、ここの親指でこう AF ポイントをセレクトする人にとってみれば、若干ね、遠くなっているっていうね、あの相対的な位置っていうところでやろうとしたとしても、ちょっとこの指離れが激しいかなっていうところ、この辺がちょっとまず操作的にはね、スチールを純粋に撮るユーザーからするとちょっと感じる部分はあるかもしれませんが、今日ね、息子とちょっとあのお出かけで撮ってきた感じだと、そこまで違和感なくいけた。僕自身が比較的こういった最近ではね、ゾーン AF を使って、ここのジョイスティックの部分でね、結構動かすんですよ。なのでこういったところもあるので、意外と撮影している上では、最近親指でのフォーカスポイントの選びがなくなって、こういった形でね、こういった形でジョイスティックを動かしてフォーカスポイントを決めていくっていうところが多いので、何らね、撮ってて問題はなかったかなって感じです。あとは持った感じのグリップ感、そして重さですねに関しては、一切 R5 と遜色なしっていう風に言って問題ないかなと思ってます。グリップの感じも形状も一緒ですね。でこれとかだと R5 とこちらの R5C ですと、実際 50g ちょっと重くはなってるんですが、この辺がちょっと多分ポリカーボネート材っぽくなって R6 っぽいんですよ。そういったこともあって、部材見直して軽くしている
ている。さらに言うと分かりますよね、こちらの後ろの部分が出ていることによって、普段だとこれがフロントヘビーになるところが後ろに比較的重心がいってくれてるおかげで、持った時に結構真下に重心が来てくれる感じもあって、結構ね安定して撮影ができる感じです。特にここの収まりとか非常に良くてですね、ここが分厚くなってるので、こう縦位置で僕とかこう構えるタイプなんですが、非常に持ちやすいなっていうね。グリップ、そしてその他のユーザビリティに関しても、もう基本的に R5 使っているっていう感覚でいいかなっていうふうにね思った次第でした。ではここからね、まだもちろんですがプロトタイプ機、発売前の機種ということもありまして、各ロー現像ソフトがまだ対応しておりません。 R5C のロー現像に Lightroom Classic も Capture One も DPP もおそらくまだですよね。ということを考えると、 JPEG で今日はね撮影してきたデータをね皆様にご覧いただこうかなと思っております。 JPEG で Capture One でちょっと触ってます。ですがそこまで大幅にね変えてはいないんですよ。出た JPEG をちょっと修正していってると、そのぐらいの感じでねご覧いただけたらいいかなと思っております。では早速ね、こちらの R5C の JPEG データをちょっと加工したデータを皆様にご覧いただこうかなと思っております。それではご覧ください。はい、それではね早速ご覧いただこうかなと思っております。今日は 1,2,3,4,5,6,7,8 カットって感じですかね。はい、まずはねうちの息子ですね、RF の 50mm、 今回は全てこちらですね、R5C にRF50mmF1.2 の LUSM ということで、まあボディ内手ブレ補正も連続手ブレ補正も入っていないということもありまして、比較的ねシャッタースピードを稼いでいった方が間違いないかなっていうところで撮りました。でここがですね絞り 1.8 で125分の1ぐらいなんですけれども、どうですかね、ドンピシャでピンときてますよね。なのでボディ内手ブレ補正がないっていうところを結構恐れている方っていうのもいらっしゃるんですけれども、室内だったとしても基本的にはシャッタースピードを180分の1、160分の1、200分の1このぐらいをキープして開放とか明るいレンズで撮っていけばですね、もうこういった感じのドンピシャピント、すごいピント感ですよね。 JPEG をもうほんのちょっと触っただけです。ローデータではないですし、なのであんまりにもね触りすぎるとデータが破綻しやすくなるので、ね、スキントーンもそこまで大幅にはやっていないと、そんな感じですね。はい、こちら銀座での一コマって感じなんですけども、ゲイズボリューム1とかを、ご覧の皆様はね、あ、このカット見たことあるっていう、以前はねライカの M10 と、ズミクロン 50mm で撮ったりもしていたカットなんですけども、それを踏襲してみました。今回も 50mm と R5C の、コンビっていうところでね撮ってみてっていうことで、もう本当にこの奥の解像感とかすごいですよね。ここもカリッと仕上がってますよね。なので明瞭度をねあんまり上げないようにしてます。非常にやはりね R5 系の、CMOS センサーはカリッと仕上がるので、本当に優しい表現でねちょうどいいかなぐらいで思ってます。なのであんまりシャープネスとか明瞭感を上げないぐらいがちょうどいい。それにしてもすごい解像感かなと、もう R5 そのものって感じですね。はい、こちらもね明瞭度結構下げつつ撮らないとっていうところで F2 ぐらいで撮ってます。色収差ちょっと出てるかどうかっていうね、ちょっとグリーンが浮いてはいるがっていうところですかね。まあこれもまあでもこれは色収差に入るかどうかっていうレベルですね。で開放2ぐらいっていう感じで撮れてます。まあピントもねバチッときてるかなと。125分の1ぐらいでのシャッターってことなので、やはりボディ内手ブレ補正がない分、やはり普段よりも、判断ぐらいはシャッタースピードを稼いで撮っていくっていう意識で撮った方が、やはり人物とかに関しては間違いないかなと思いました。あとうちの息子がですねマスクをしておりましたが、こういった形でですがね、瞳をバチバチ拾っていたので、R5 の 1.50 以降の最新のね AF アルゴリズムが、こちらの R5C には入っているかなと思っております。でオートフォーカスなんですけれども、こちらフォトモードの際には、R5 と同じ使い方のスチールを撮る際には、デュアルピクセル AF2 が入っておりまして、こちらのビデオモードに切り替えるとデュアルピクセル CMOS1 が入っていると。要は EOS-R とかね以前のアルゴリズムが入っているっていうところで、ですがねそんなに違和感を感じるような感じではないかなっていうふうには思っております。まあ確かに3人ぐらいいてマスクとかをしていると、3人ぐらいの中でね若干どの人物に合うかどうするかとか、この辺が若干迷うかなっていう感覚はありましたけれども、まあいずれにせよね、僕らこのスチルユーザーからすれば全く最新の要は R3 と同じような認識をしている AF のアルゴリズムが入っているかなっていう感じですね。はい、こちらもね LED 環境効果で、しかもまた難しいライムグリーンぐらいのね色再現性、しかもこれガラス越しに撮っておりますので映り込みがありますよね。フェアリディ Z 最新ですねの、ピントなんですけど、 F1.8、F2
ぐらいで撮っているんですが、もうピントの精度とかもバチーンと来てますね。この辺にね Z のところを狙おうと思って撮ったんですけれども、ちゃんと来ていると。で、美しい色再現性ではないでしょうか。これもう僕の経験値なんですけども、これローデータで触ったら、とんでもなく美しい絵がより吐き出るなっていうのがありました。例えばここのこのハイライトの部分とかの色再現性がローデータでもっと抑えていくと、もっと素晴らしい色合いで出てきたり、こちらのねネオンの、ブレーキランプの部分のここの色再現性とかももっと色濃くグラデーション豊かにローデータだと再現されるだろうなっていうのを想定しながら JPEG をちょっと触っていた次第です。これを無理やり出そうとすると変な色飽和が起こるので、もう撮ったタイミングでそのまんまをね、ある程度そのまんまをすり出したっていうね、そんな感じになってます。はい、これ特筆すべきは125分の1、160分の1ぐらいのシャッタースピードで、うちの息子 F2 ぐらいなんですけど、この瞳のピントの拾い方完璧ですよね。これがもう、AF のアルゴリズムもですね、おそらくは今ちょっとね 1.50 でどうなんだピント精度とかっていう風に R5-6 言われてますが、基本的に止まってる被写体に対しての精度めちゃくちゃ高いですから、なのでこれがまさに如実にその今現在の R5 の最新のね AF アルゴリズム出てるかなと思います。この時も撮影していた時にマスクをしている息子の目にね、もうバチンとピント来てましたから、マスク越し AF、 瞳 AF バッチリ効いてるなっていうね、そういったことが皆様にお伝えできる1枚かなと思ってこちら選んでおります。はい、あとはボケ足のあたりですね。これは ISO160 F2 あたりでぼかしてますね。シャッタースピード1600ぐらいかな。いい 色の出方ですよね。ここが、ややブルー気味なのが、こちらが、アスファルトっていう感じなんですけれども、まあ、十分に美しい色のグラデーション、ちょっと、黄色茶色気味、ブルー気味、そして赤。赤もちょっと優しい色味で出てきてますよね。これはちょっとね、僕自身が色の追い込み方設定をね、ちょっと色抑え気味で優しいチューンアップしてるので、こんな感じの再現性になったかなと思います。はい、こちらカラブ東京の表紙になっているところの舞台って感じですね。無彩色な感じでさらっと写実的に仕上げてみました。さすが RF50mm っていうところで、どうですか皆さん、この辺の再現性。もちろんね、あのライカアポズミクロン M50mm っていうのも本当に強烈で素晴らしい描写っていう風に皆様には申し上げてるんですが、この RF50mm のこの辺のね、鏡面とかの再現性、そしてこのフェンディとかの看板の再現性、めちゃくちゃすごい明瞭感ですよね。これは長辺4500ピクセルで等倍での書き出しではなく、ちょっとリサイズしての書き出しではありますのでね。ただこの辺のこのバスの上の描写、この辺とかすごい再生ですよね。本当に解像感高く明瞭感高くっていうところでね、見てて気持ちいいですよね。はい、これ最後、まあこのまっすぐな感じと50ミリながら広がっていくようなこの鏡面ミラーの映り込みっていうね、このレンズのポテンシャルなどが試されるというところで、これもねあえて撮ってみました。まっすぐなものがちゃんとまっすぐ映るのかどうかっていうところでね、撮ってみた。一応水平垂直は自分が撮影する段階で水準器出して撮っていますので、ある程度はシンメトリー的に撮れてるかなと思うんですが、一発撮りでここまでバシッと出てきてくれるので、レンズプロファイルももともとデフォルトで当たってますしね、非常に美しい写実的描写なのではないでしょうかっていうところですね。はいはい、いかがでしたでしょうか。こちらのコンビでさささっと撮影してきただけっていうところで、もうちょっと深掘りしてみたいなっていうところもあったりします。ですがやはりね、ボディ内手振り補正が入っていないっていうところで、まあ普段の緩い緊張感で125分の1パンパンパンとかで撮ってると、ちょっとだけね、場合によってはブレが起こりうるかなっていうね、特に人物の撮影とか、人物の被写体ブレっていうよりかは125分の1の時のシビアな F2 とかの時の手ブレ、この辺はねちょっとシャッタースピード特に室内とかねの際は稼いでおいた方がいいかなっていう風な感想はありました。ですがもうすでに僕のサブチャンネルなどで、こちらの歩き動画、シネマイオス側のシネマ側で歩いてみたりバッチリ撮れました。そして YouTube も普段は、今は R3 でね収録してますが、最近は普段ずっとこの R5C で収録しているんですけども、やはりバッテリーの多少問題ありますが、ファンが回ってくれるおかげで本当にねめちゃくちゃ安心して収録できるんですよね。なんでバッテリーはもう外部給電で、こういったモバイルバッテリー経由でね、あの充電給電すれば何ら問題なく3時間でも5時間でも
5時間でも収録できますから、メモリが持つ限りね、何ら問題なしと。で、今回ご覧いただいた、まだローデータは対応はしていないんですけれども、出てくる、吐き出てくる絵を見たところ、もう間違いなくこれは R5 に準拠する、 R5 と全く遜色ない、写真データっていうところが JPEG ではありますけれども、確認が取れたかなっていうふうに思っておりますので、やはりガチでムービーも撮りたいなとか、ムービー何でも撮れます、正直僕のレベルではありますけれども、こういった形で自撮りももちろん歩きながらの自撮りも撮れますし、でその中で据え置きでね、こういった語りの YouTube とかも撮れると。でもちろんたどりでウェディングとかの仕事をされる方も、もうこのまま行っちゃって、それでフォトモードに切り替えて集合写真撮っちゃってとか、これ1台で本当にいろんなことができる方が増えるんだろうなっていうことがね、本当にハイブリッドシューター、あのスチルもムービーもシューティングできるっていう機種になってるのかなと思いました。あの写真もね、撮ってて非常に気持ちいいっていう感じですね。もう本当にいつも R5 を使っている感覚、 R5、R6 のユーザーの方がもしもこれ仮に手に取ってフォトモードにして設定をね、自分なりに設定して撮り始めたら、もう一気にね、すぐに自分のカメラっていう風になるかなと思いますので、これが今だいたい量販店価格で58万ぐらいだったかな。で R5 が50万ぐらいですよね、45万ぐらいでしたっけ。それぐらいって考えると、まあその値段差っていうところをどう考えるかっていうのと、本当にガチでムービーも撮れるし、ガチで写真も撮れる。おそらくここにあのストロボのコマンダーつけてプロフォトとかで撮れば、ストロボ撮影、スタジオ撮影もバンバンこのまま撮れてしまうと。なのでね、結構すごいカメラキャノン出してきたなっていうのが率直な感想ですっていうところで、ぜひね参考になれば幸いです。あとね、2月23日キャノン CP プラス、2022っていうところね、オンラインですね。こちらもこの R5C のお話をね中心に皆様にお話できればと思っておりますので、ぜひともそちら2月23日の19時から、オンラインにてねお会いできたらと思っております。概要欄にねそちらのホームページの方を貼っておきますので、そちらも合わせてご覧いただけたらと思っております。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。西戸渉でした。